疲れ様でした。今回は、人間失格の続きと模範都市の感想についてお話ししました。舞台はやっぱり楽しいですね。中学時代の恩師の方にですね、嬉しい感想をいただきまして、なんかさらにまた頑張っていこうと思う次第なんですけれども、すごくない？最高記録乗ってる。あ、これ一太郎さんがホワイトデーにくださいました。ありがとうございます。ホワイトデーのお返しお待ちしてます。宛先は zzz@alpha-radio.com までです。よろしくお願いします。